石膏からの報告がきついに魔王は荒れ地に隣接する森が急速に枯れているとも知らせがありました。このままではついに決断の時ね。報告します。諸侯も武器や鎧の準備はすでに整い、あとは目にもの見せてやりましょう。なんだか機運が高まっていますね。戦争に私らがこの帽子を腕は鈍ってはおりませんぞ。いらっしゃいませ。ご注文はどうなさいますか？ありがとうございました。いらっしゃいませ。ご注文はどうなさいますか？ありがとうございました。いらっしゃいませ。ご注文はどうなさいますか？ありがとう。いらっしゃいませ。ご注文はどう？ありがとうございました。いらっしゃいませ。ご注文はどうなさ。かしこまりました。お待たせいたしました。以上でよろしいでしょうか？ありがとうございました。
我が一本角にかけてメルセデス様のために働きに期待しています。報告します。他の地では我らの動きを察知した魔王軍が集結しています。ご苦労、引き続き動きを報告してください。女王、兵たちが揃いました。出陣の前に陛下からお言葉がある。皆心して聞け。先代女王が見まかられてから皆いろいろと不安もあったでしょう。よく今日まで私を信じついてきてくれました。我ら精霊は保存を糧に天より名を借りて大地を紡ぎます。大地の実りは我らあってこそ。大地の恵みなくして人は生きられない。魔王は摂理に背いたのだ。保存を血で汚し力ずくで大地を犯さんとしている。震えるほどの大地の怒りを皆も身内に感じているはず。恐れることはない。母より受け継いだこの弓に続け。新たな力を得た魔弾は誤たず魔王の邪眼を打ち砕く。このコルドロンの地で戦いに倒れ名を天に返した母と兄弟たちの祈りが盾となって我らを守ろう。今こそ大釜を奪い返し思い上がった魔王に大地の鉄槌を下す時、我ら精霊の皆に大地の祝福あれ。メルセデス様、立派に成長なされた。さながら先代女王を眼前に眺める思いですぞ。お母様とは違うわ。私震えている。憎しみよりも恐怖が勝るの。母の命を奪った恐ろしい敵が近くにいると思うと、この胸の内にいくつもの心臓が高鳴っている。でも始まってしまった。私の戦いが、イングベイ、きっとやり遂げるわ。よっしゃ。
メルセデス様、魔王軍は浮き足立って統制が取れていません。女王様、女王様も何？お呼びとあらば即参上。もまたお呼びいただけて。さあ、ご注文はいかがなさいますか？はい、お任せあれ。以上でよろ。はい、お任せあれ。他にご注文はございますか？かしこまりました。どうぞお召し上がりください。以上でよろしいですか？困りました。他にご注文はございますか？はい、お任せあれ。どうぞお召し上がりください。他にご注文はございますか？ありがとうございました。陛下、王団員が前線に現れました。報告が来ております。陛下、私なら心配はご無用です。まだまだ戦います。あなたのためなら。
Come on!
心隠し味。またお呼びいただけて。さあごち。またのご用命。女王様も何か。困りました。お待たせいたしました。他にご注文はございますか。またのご用。またおよ。さあありがとうございます。女王様も。ありがとうございます。
ここに来ると、おう、さあ、はい、お任せあれ。お待たせいたしました。
他にご注文はございますか？ありがとうございました。
に据えかねるのは重々承知。しかし敵軍が優勢、これは事実。退却しろというのか、小汁君。臆病者の目には敵は常に大軍に見えるものよ。さあ続け、ラグナネイブルの将兵らしく命を捨てて戦え。その身を投げ打って活路を作れ。これはこれは、お前が女王の娘か。勝機が向こうから飛び込んできたわ。魔王大大員、覚悟しろ。我が女王の無念を、うん、わしに傷をつけたければ死後部隊ほど消しかけるんだな。どうした、来るのか。震えているではないか。舐められたものだな。お前のような小娘が世に歯向かうとは。子供とて容赦はせんぞ。すぐにエルファリアの後を追わせてやる。その下でお母様の名を汚すな。お前なんか、お前なんか。今度は泣き出しよ。下を向いてはダメ。お母様に言われた通り相手を見据えるのよ。弓よ、ビブラムよ、力を貸して。子供相手に苦戦とは、我が軍の質も落ちたものよ。だがこの戦いもこれで終わりだ。
最強のサイファーがそんなちっぽけな弓にやられるとは。やりましたな、女王。とどめを、メルセデス様。あれほど恐ろしく見えた姿も、今は処刑を待つ哀れな老人に見える。お母様の恨みを一打ちで晴らすこともたやすい。けれど、死ねば英雄扱い。お前たちの期待に沿う気はありません。そうしたところで次に控える者がホルドロンを狙うだけ。さあ選ぶのです。お前が今後一切私の前に現れることなく、我らの血を犯すことなく、北の大地に引きこもると誓うなら命までは取らない。死を選ぶというなら、このままお前の国に攻め上り、死を得た後も多くのものを失いましょう。誓いなさい、王大。誓え！誓おう。得意の虚言は聞かないわ。これほどの恥辱で命を長らえながら、立てた誓いをも破れば、臣民の誇りも消え去ろう。そこのワルキューレ、お前が証人よ。この方を全軍に伝えなさい。行け。かつての魔王よ、コルドロンを操る指輪を置いて、お前の軍隊と去るがいい。立てた誓いを命尽きるまでたがえぬように。名前を聞こう、リングフォールドの女王。エルファリアの娘、メルセデス。私がある限り、マダンはお前を狙っていることを忘れるな。我らの宝がこうして手に戻り、長く続いた苦難の日々も今終わりました。再び平穏が訪れることを約束しましょう。コルドロンに十分な警備を配しなさい。そして我らに勝利をもたらした戦死者たちに祈りを。見事なご采配ぶり。王大にさえも手玉に取りなされた。留飲が下がりましたぞ。彼らの気質を考えますれば、見事な政治的ご判断でございます。兵たちの目をご覧になりましたか。もうメルセデス様を侮る者はおりません。胸を張って凱旋なさい。あなた様は本当の女王になられた。やはり我が運命に抗うは星の動きをとどめるに等しいか。未来を見知った者が
今日の道を歩めるはずもない。反撃の機会は幾度もあった。どういうつもりだ。懸念はいらぬ。その魔石の剣は比類なき武器。私にはもうなすすべがない。自分にその強さを証明できるだろう。この首を取って妖精の雇い主に報告するがいい。あの国の差し金だとよく分かったな。だが俺は雇われたのではない。父に頼まれたのだ。およそ父と呼べるものではあるまい。お前の真の父はエドガーという名だ。誰だそいつは。自分の赤ん坊を捨てた奴の中、俺の父親はメルヴィンだけだ。人間の俺を拾って育ててくれた。忘れるな。いずれ思い出せ。何でも知っているような口ぶりだな。だがおしゃべりもここまでだ。漆黒を脅かすかの主の影よ。鳥を探すのだ。それがお前の定めとなる。この魔剣があればメルヴィンの言う通り竜すらも恐るるに足らない。
エルファリア様、いかがですか。サイファーの中でも最強の剣、魔王の武器バロールすら凌駕するものです。その武器の凄まじき力は呪いの代償とも聞く。もういいぞ、下がれオズワルド。恐れる必要はございません。害は我々の身に及びはしない。闇の力ゆえにドラゴン殺しという難行をやすやすとやり遂げるのです。なんということをしてしまったのだ。噂は本当なのか。ハインデルを殺したというのは。まこと竜の鱗さえパンのように切り裂く恐るべき剣。この剣を量産すれば諸国も我らに神獣を誓いましょう。メルヴィン殿、女王陛下は何と。おお、ブロム、女王はお前の作り上げた剣を称賛しておられたぞ。だが量産をためらわれている。実に歯がゆいことだ。貴公は何も感じないのか。わしは恐ろしい。これまで剣の呪いに飲み込まれ勇気となった多くの者たち、オズワルドを待つ運命が。暗い顔は似合わぬぞブロム。オズワルドなら大丈夫だ。見事に剣を使いこなしている。メルヴィン、使者が呼んでいるぞ。すぐに行く。ブロム、あまり深刻に考えないことだ。君のためにもならない。わしはあんなものを作るべきではなかった。あれは天と大地に仇なす武器だ。ワルキューレを率いて敵をもてあそび、危機として殺す。そんな魔女を相手に戦う。おお、お主はかつて妖精とドワーフの争いで逃れた者は魔王のもとに、逃げ遅れた者たちはこう。以来我らの生きがいであった。ついに我らの本来の力を。オズワルド、あれはお前のことなど微塵も考えてはおらん。その証拠に。メルヴィンを悪く言うな。誰であろうと許しはしない。近寄らないで。そんなに睨まないで。手柄はしい死の使い目。お前の力など借りずとも、有事には魔王の。オズワルド、話がある。いいか、よく聞け。その剣の秘密じゃ。どうしたんだ、
突然。わしは後悔している。お前にその剣を持たせたこと。その剣はいずれ死の国へと通じ、使い手は死の国の女王に正体を奪われる。雪山に捨て置かれたバグベアら、あの者らが魔剣使いの慣れの果てなのじゃ。このままではお前。ブロン、言ったはずだ、お前のためにならんと。お前の技量も知識もこうなっては祖国に害をもたらすだけだ。だがこの手を友の血で汚すのも好まぬ。お前にはそのまま冥界に行ってもらおう。死神どもが相手をしてくれよう。反逆者を連れて行け。メルヴィン殿、恐れを知らぬそなたの慢心、いつか身を滅ぼすぞ。あやつはその剣の力に恐れをなし、臆病風に吹かれたのだ。お前が気にするようなことはない。それとももう剣を振るうのは嫌か。俺はメルヴィンのためにできることがあるならそれでいい。言葉に従うだけだ。孝行な息子を持って私は幸せだよ、オズワルド。それではこちらへ来い。お前にしかできぬ仕事がある。敵の本拠地への偵察任務だ。
Thank you.
私はこの国お金さえ払ってくれる。私はこのお金さえ払って、Thank you.
Bye.
聞いて飽きる大台の臆病者め、わしの作戦案を蹴り寄って魔女どもによる奇襲だと。妖精相手に不足な作戦でございますな。そうだろう。あんなハムシども正面から踏み潰せばよいのだ。どいつもこいつも臆病者よ。ブリガン将軍、やはりあなた様こそこの国を治めるにふさわしい器。そうか。いつもお前はいいことを言うな。本当にそう思うか、スカルディとやら。もちろんです。大台には頼りにならぬ猛禄、あなた様しかおりますまい。ん？そこに隠れているのは誰だ。何、隠れるだと。なんだ、貴様もこの核廃が欲しいのか。違うというなら邪魔するな。いや待て、今の話を聞いていたな。何者だ貴様の目。ブリガン様がぶちのめして正体を吐かせてやる。やはり狙いはコルドロンか。将軍とやらが言っていたことは本当のようだ。進行は近い。グエンドリン様、お似合いですよ。本当に？お父様は驚かれるかしら。グエンドリン、その浮ついた格好は何だ。王大院王の娘ともあろう者が戦いを忘れ色気づきよって。少しはお前の姉を見習うがいい。申し訳ありません。陛下、
ブリガン殿が。何をしているのだ、マヌケめ。気づいてもらえなかった、お母様のドレス。お父様にもう思い出してももらえないのでしょうか。私がドレスなどお出ししたばかりに。いいえ、気にしないで、ミリス。私はお母様のドレスを着られて嬉しいわ、とても。グエンドリン様、行きましょう、着替えないと。グエンドリン、オーダインの魔女と恐れられる魔王の娘。あれがそうなのか。聞いた話と随分違うな。奇襲作戦が失敗し、魔王軍は意気消沈しているに違いないわ。前哨戦であのありさまなら魔王など恐るるに足りません。次の戦いではベルドー殿がドラゴンを差し向けるとの話。我が軍の守りは鉄壁です。オーダインの魔女も一皮むけば弱々しい人間の娘。敵将グリゼルダを貫いて我が槍はそれを証明してみせたんだ。騎士様の武勲と献身は例えようもありませんわ。これはオズワルド殿、ブロム殿が裏切り者とは。ご活躍は耳に入れておりますぞ。腹が減っては戦えません。いらっしゃいませ。ご注文はどうなさいますか。
りました。お待たせいたしました。以上でよろしいでしょうか。お待たせいたしました。以上でよろしいでしょうか。ありがとうございました。私の影に立つな。死の匂いで そなたのおかげで準備は万全じゃ。大大目、目にもの見せてくれる。陛下、今一度サイファーの量産についてご再考を。我らにはベルドーの竜がいる。そなたの魔剣使いもおるではないか。コルドロンさえ抑えれば我らが生きるだけのフォゾンは足りる。我が身をも犯すような毒をこれ以上持つ必要はない。何をふぬけたことを言っているのだ。オバウエの考えは甘すぎる。わからないのか。サイファーは魔王に対抗するためには不可欠なのだ。口を慎め、メルビン。皆の前で玉座にあるものを批判されては捨ておけぬことになる。口が過ぎましたるはご容赦を。これもひとえに国を思えばこそ。臣下としてではなく甥としてあえて苦言を呈したまででございます。あの女、全く対局を見ておらぬ。オズワルド、出るのか。ああ。お前は圧倒的な強さを見せつけて剣の力を示さねばならん。オークを殺せ、抜かるな。メルセデス様、本当に戦場に赴かれるおつもりか。もちろんよ。お母様の目の前で手柄を立てるんだから。女王様からは国を守るように仰せつかったではございませんか。それも立派なことですぞ。留守番なんてメルビーにでもさせておけばよいのです。
あら、メルビン。戦はお任せを、メルセデス王女。心安らかに吉報をお待ちください。嫌です、私も行きます。わかりました、王女様。さあこちらへ。メルビン殿、気を悪くなさらんでくれ。女王に何かあれば、あの生意気な小娘が次期女王か。
Hit!